とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。今シーズンも、時間かかります。長い。まあまあ、前シーズンよりは、まだマシだけども、でも、それでも、30分切るのは、難しいですね。それぐらい時間かかる。なので周回向きではないんだよね。まず1階ですね。1階は敵がとにかく多い。まあ、めんどくさい敵はいないんだけども多いのよ。なので時間はかかってしまいます。こんな敵いなくていいんだけどね。はい、おしまいです。1回クリア。1回報酬何もいりません。で、2回も敵が多いです。でも面倒くさい敵はいません。まあ、普通に行きましょう。これね、ほんとね、何回もね湧いてくるのよね。そんな湧かなくていいっていうぐらい敵がめちゃくちゃ湧いてきます。今回多いのよ。もっとね、サクッと終わる感じにしていいんだけどさ、この最近のシーズンが本当にひどい。最近は本当にね、もう周回させる気がないもんね。じゃあ終わりかな、そろそろ。あのね、1回報酬でハンマー持っていけば若干は速くなる。でもね、ほんと若干。よし、 OK。 下の方にまだいるのね。まだか。何なんだお前たちは。よし、2回クリアでーす。3階に行きましょう。2階報酬何もいりません。んで、ここは落石注意です。まあまあ、ダメージもらうときはもらいます。上からね、こう落ちてくるよっていう表示は一応見えるには見えるんだけど、それでも食らうとき食らうもんね、なぜか知らないけど。ここはもう剣をブン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 振り回しとけば勝てます。よし、終わりかな。こんぐらいね、サクッとクリアできればいいんだけど。で、ここ、魂のナイフです。まあ、別にあの心を奪うものでも構いません。こっちの方がちょっと安定したかなっていうところですね。流れ込む魂と追い打ち入れていってください。その流れ込む魂の HP 吸収、これが結構でかいですし、やっぱ単発ダメージなんで、ダメージが安定するところもいいところですよね。はいはい、いっぱい出るね。と、あとね、このソウルが貯めれるっていうところがいいです。よし、 OK。 武器にもともと1とプラスで流れ込む魂でソウルが増えるので、あとあと役に立ちます。はい、4回クリア。次、ブラストだけ取っていってください。そんなに使うことはないかもしれないけども、まあ、空きがあるので一応持っていくっていう感じです。まあ、ダメージはね一応与えれるんで、ちょっとは役に立ちますよ。いや、それはもちろんね、ないよりはいいよ。よし、 OK。 よし、で、やっぱね、この魂のナイフ結構いい感じにダメージ与えれていいっすよ。オッケー。
で、ここである程度落としといてあげれば楽ですね。まあ落とさなくても全然大丈夫ですけど。よし、はい、行きましょう。あと6匹ぐらいか。いけ、よし、はい、おしまい。で、矢はね、一応取っていってください。最後の方結構やっつかみます。こう報酬何も、スノーアーマーですね。スノーアーマーで耐久力を上げていってください。じゃないとここがね、結構きついです。エンチャントは雪玉3です。ここは若干きついのよね。戦う場所が、重要です。この辺で戦った方がいい。あまりね、中のこの辺とかに入り込んでしまうと、ちょっとやられる可能性があるんで、極力、この入り口ら辺で戦うのがいいと思います。OK。もう本当にね、嫌な場所なのよ、ここ。敵がめちゃくちゃ多いしね。で、高火力のやつもいたりするので、まあ一応注意して行ってください。よし。OK。下倒した？あ、倒してた、いつの間にか。はい、6回クリア。ちょっと注意してくださいね。んで、黒曜石のクレイモアを取っていきます。エンチャントは働き鉢2ですね。蜂が役に立ちます。もう蜂がどれだけ出るかによって難易度が変わりますんで。じゃあいいね。よし、いけ。よし、まあ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 、そこそこ蜂が出てきてくれる感じで運はいい方かな今回。よし、どこにいんのそれ。んで、下の方を倒しておしまいですね。よし、7回クリア。次に行きましょう。コグクロスボウを取ってください。で、エンチャントでコグクロスボウに長弾ですね。まあ、まだ発動率は低いんですけども、一応入れておいて損はありません。間に合わん、間に合わん、間に合わん、無理。で、こっからね、弓を打ってやると反対側が何台か倒せるんでお得です。倒したかな、ちょっとは。で、ここ、とにかく敵が多い、固まってます。なので、もう一気にできるだけ火ダメを少なくするように倒していきましょう。こっち側も一緒、いけ。よし、いいんじゃない。で、次反対側ですね。反対側も同じく敵が多いです。ブラスト、いいんじゃない。もう一気にいかないとゴリゴリダメージ食らいます。ここ報酬は何も、違う、ハーベスターだ。ハーベスターを持っていって、ここのね、大釜の雑魚敵は処理するといい感じですね。はい。で、ここで星なき夜に変えましょう。89です。これでね、10階のボスはぶったたいて倒していきます。雑魚敵が結構鬱陶しいので、そいつらをまあある程度貯めてから、ハーベスターで爆破してあげるといいです。あ、で、エンチャント入れといてください。長弾は2ですね。1と2じゃ全然違います。で、大釜はこれぐらい距離を取って
戦うようにしてください。ぴったりひっついてしまうとどうしてもね、炎を吐いてピンチになってしまいます。なのでぴったりひっつかないように戦っていってください。終わり。10回終了。でここ森の矢筒を取ってください。コグクロスボウとの相性がいいです。でここ普通に倒して OK ですね。いけ。あー当たってはね、当たってはいるか。よし OK。 でここはねこっち側から OK ビスビス打ってあげれば勝てます。そんなに敵がいないんだね、反対側が。よし、はい、次行きましょう。報酬何もいりません。そのまんま行ってください。エンチャント入れてくださいね。長弾3です。長弾3あればもうこれは完成だと思ってください。いいね、長弾が入ったね、このコグクロスボウ。むちゃくちゃ強いです。よし。いいね。いいんじゃない?ハーベスターのどんどん使っていっていいですね。ソウルは全然まだまだ溜まりますので、ハーベスターはどんどん使っていってください。あと、ブラストだけもね。よっしゃ。終わりかな。意外と矢が出てきてくれる今回。嬉しい。んで、ここ何もいりません。虚無の矢筒もいいかなと思うんですけども、まあ武器の虚無の方が倍率高いので、俺はそっちの方を使ってます。うん。でね、弓の方でもいいですよ。でも俺は今回は使ってません。よし。いいね。ここも敵が多いのよ、本当に。もう勘弁してっていうぐらい敵が多いので、いけ。よし。倒しきれなかった。しゃあ。んでこっち側にもう少しいておしまいですね。まだ?ああ、終わりか。はい、13回クリア。で、ここ、地雷です。地雷を取っていってください。ブラストだけと交換です。この地雷で、テンペストゴーレムを倒します。うん。まあ、めちゃくちゃ早くは倒せないんだけども、だいぶマシになるんでね。地雷が一番、いいかな。まあ、他にもやり方としてはあるんですけども、今回は地雷を選ばせてもらいました。よし、いいね。矢が出る。いやでもそんなに矢いらないんだ。よし、これで終わりですね。矢がまた出てる。嬉しい。はい。で、ここ、勇者を取っていきましょう。耐久力ぐっと上がります。エンチャントは雪玉ですね。で、OK です。で、ここも特に問題ないですね。森の矢筒を使ったコグクロスボウをビスビス打ってあげれば、全然大丈夫です。まあ、この長弾がねすごいのよ。長弾の発生率が素晴らしい。やっぱね 60% はなかなかだよ。えいし、よいしゃ。あー当たりきれないか全部。よし、
終わりです。15回クリア。ラビジャーはね、あのうまいこと地雷当ててあげれば速攻で倒せます。ここ報酬何もいりません。でここはいつものごとく、下に落ちないように注意してください。まあ、なかなか注意しようがないところもあるんだけどね。一応この上のところで倒すとそこそこ安全です。でハーベスターなんかはどんどん使っていって OK です。ある程度1、2発残しておけばもう全然使っていっていいんで。よし、しトムクロスボウのこの長弾がいい感じに当たります。はい、でここでね、これムチを取ります。ムチあんまり好きな装備ではないんだけども、エンチャントの虚無、これを使います。虚無3入れてください。ムチ自体はツタのムチにならないとちょっとね、あまり使えようにないんだけど、一応今回はこの虚無を使うっていうことだけでちょっと入れてます。よし、まあ他にもね、武器で虚無ついてるやつあったんだけど、まあまあまあこれでいいかなというところです。うん、ツタのムチにできればね最高だったんだけど、今回ツタのムチにはなりません。よし、終わり。17回終了。報酬は何もいりません。んで18回で、ここでコグクロスボウを、上げていきます。で黄金なのでもったいないので、まあ好きなやつ入れておいてください。俺はヒューズショットを入れてますね。別に弱体化とかそういうやつでも構いません。無限とかでも。はい、何がついた。おお、マルチショット3。あ、1か1か、発動率は低いな。はい、できました。倒し方としましては、 OKOK、無知で虚無を入れて、で倍率を最大まで出した後に、地雷化を当てる感じで戦っていきます。 OK、まあ、力の弓のねオーバーチャージっていう手もあるんだけども、今回はとりあえずこれでいきますね。よし、で地雷もねこれ当てるの難しいんだな。うん、地雷は特に難しいかもしれない。 OK、 よっしゃー、まず最初ある程度調整します。いいかな。よっしゃ、 OK。 まあ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 、ぼちぼちの感じになったのではないでしょうか。でもね、虚無のね倍率上げっていうのはちょっと今ギリギリだったと思うけどね、ギリギリだった感はあるけども、まあいいでしょうね。よし、でテンペストゴーレムでバグが出る時があるんですよね。これ弱点が露出するはずなのにしない時がある。もうその時は、少し待ってあげれば OK です。いいかな。よし、うん、この手を上げるけど弱点が出なかった時は、3分ぐらいそのまま待ってあげるとここが復活するんだよね。なのでそこからまたスタートすればいいです。リセットする必要はないですね。はい、武器変えます。クレイモアです。ムチはねもう必要ありません。でエンチャントで虚無3入れてください。
フレイモアの攻撃速度と虚無の相性はいいです。使う他はありません。よし、処刑で、ここからは特に、難しいところはそんなにないかな。 OK、 ハーベスターなんかはどんどん使っていって OK です。 OK、 いいよ。はい、20回クリア。次どんどんいきましょう。ここ報酬をハーベスターですね、パワーアップさせてください。で、ここのコングロス棒に森の矢筒をつけてビスビス打ってあげれば、まあまあいいですね。で、地雷なんかはしっかりと使っていきましょう。 OKOK。 おお、めちゃくちゃ出るな。めちゃくちゃ出るね今回。かなり矢が出てきますね。よし、いいんじゃない。終わりか。ハーベスターと地雷しっかり使いましょう。んで、武器買います。ボンクラブです。ちょっとポン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 変えちゃってるけども、まあ大丈夫ではないでしょうか。エンチャントはクリティカル、そして旋風ですね、入れてください。旋風そんなにね当たんないのよ。そんな当たんないんだけども、まあ当たればラッキーぐらいの感じで思ってください。んで、ここ、クリーパー出るけども、まあそんなに脅威ではないですね。だいたいワンパンで倒せますし、まあ倒せなかったとしても、すぐに弓を一発撃ってあげれば終わりなので、大丈夫だと思います。よし、ナイス長弾。よし、やっぱこのね、雲とのクリーパーの相性が悪いんだけど、まあ大丈夫です。22回クリア。次、ここ報酬でスケールメールですね。エンチャント別良くないんですよ。良くないんだけども、まあ耐久力も上がるし、攻撃力も上がるということで、俺はちょっと今回これ採用しました。うん、別エンチャントは全然良くないの。でも基本性能がまあまあいいのでいいんじゃないですか。よし、やっぱね、攻撃力が 30% か上がるって本当にねでかいんですよ。はい、次、報酬何もいりません。釣り竿を使うときは今のね、サイスを持っていくといい感じですけど、まあまあカトラスっていう手もあるしね。よっしゃ、ここも敵が多いのよ。とにかく敵が多い、嫌なステージ。こうギュッとまとめてね出てきてくれないか。よし、こっちまだいる。いや、まだまだ出るわ。よし、そっちもいるか。あれ、あっちか。よし、終わりー。いや、まだいた。はい、24回クリアでーす。次行きまーす。んで、24回の報酬ですね。ここの報酬で雷の杖を持って行ってください。地雷と交換で OK です。んで、今ちょっとね、落ちちゃいました。で、落ちちゃったところソウルがゼロになったんだよね。うん、なのでちょっ
ット、ハーベスターも雷の杖も使えません。まあまあ、そんな使わなくてはいいんだけどね。うん。でもこれ落ちちゃったら、このソウルがゼロになるっていうやつ。これやめて？うん。ちゃんとそれもね、ヤーと同じく引き継いでくれたらいいんだけどね。それ引き継いでくれないんだよな。よしよし。まあまあ問題はないし、問題はない。オッケー。問題なく倒せはするんですけど、ちょっと嫌な感じだよね。せっかく貯めたソウルがゼロになっちゃうなんて。よし。まあまあまあ、これで1回ぐらいは使えるでしょう。25回クリアです。んで、ここドラですね。ドラと森の矢ずつ交換していってください。まあ、ソウル少なめなんでハーベスターをドラでもよかったんですけど、まあまあいいでしょう。よし。あ、でエンチャントね、別に入れてないんですけど、まあ好きに入れて大丈夫です。まあそんなに役に立つやつはついてませんけどね。よし、26回クリア。次に行きましょう。で弓を変えていきます。バーストクロスボウです。コグクロスボウにあの黄金のめちゃくちゃいいやつがついてるならば、変えなくても OK です。でも今回は別にそうでもなかったので、変えていきます。はい。でエンチャントは別に何でもいいです。うん、別に入れなくてもいい、それぐらい、どうでもいい装備なんで。でスケールメールも、ライフブーストはもしもやられた時のために入れておくとまあいいかなぐらいですね。あと臆病じゃないですか、マシなのは。いきましょう。まあボスと戦う時には臆病はまあ役に立つかなっていうところですかね。 OK。ここも別に問題はないと思います。ハーベスター本当はねもうちょっと使い放題だったんだけども、ちょっと考えながら使わなきゃいけない。はい、27回おしまい。27回の報酬は何もいりません。で28回、ここちょっとめんどくさいですね。ここめんどくさい。これこのステージ嫌いなんですよ。よし。でもまあエンチャンター先に倒してしまえればなんとでもなると思います。矢は別にいらんけどいいか、一応取っていけ。よし。あー危ねえ、危ねえ、危な、やべえ、危ねえ。あれ弓絶対打たないでくださいね。変更がついてるんで死んじゃいます。あいつはまずは近接で、よし、近接でガードを破壊してから攻撃するようにね。あぶねー。よしよし、危ない。あとは、おい、ちょっと待って待って、固まるのやめてくれ、そういう時に。よし、でこれでおしまいですね。よし。でこっち側も結構敵がね多い、注意していきましょう。よし、終わりかな。うん、嘘。あー、こっちにいた。終わりでーす。んで28回の報酬はホークブランドが俺一番無難かなと思います。
うん、ささやく槍も強いけども、まあ、火力としてはホークの方が上だと思うんでね。んで、ここホークブランド上げてください。もう火力特化です。ボスはもう一気に終わらせます。エンチャントを入れていきましょう。エンチャントですけども旋風、そしてもう衝撃波でも虚無でもどっちでもいいです。今回は、虚無を入れていきます。で、雑魚はまあまあまあ倒せはするけども、一応重力入れるっていう手もありますね。まあ入れなくてもいいよ、全然入れなくていい。はいはいはい、はい、おしまいですね。よし、ハーベスター。まあ結構めんどくさいステージなので、うん、周回は難しいかもしれないですけども、難易度はそんなに高くないです。はい、では報酬を見てみましょう。バブルバースターと空腹、まあ魂はいらない。旋風にね、空腹は、うん、雷フォーカス、バブルはどうだ、爆発じゃない、あーオーバーチャージね、全部いりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。